い、窓を開けるだけで幸運が舞い込む2018年10月の窓開け開運法。はい、月の初めになりますといろんな開運法のご紹介というのがありまして、はい、今日はまずは窓開け開運と、はい、もうあのね、ずっと見てる方おなじみですから、はい、またかという説明ですが、うん、もしかしたら初めて見る方いるかもしれない、いらっしゃいますからね、はい、窓開け開運というのはですね、うん、月に一度決められた日時に、窓を開けると、うん、それだけで、開運できますよという、まあ、非常に簡単な、で効果のある開運法と、一番ね、手軽な開運法ですよね。そうですね、ただね、うん、要はその窓を開けるってある意味不用心ですので、うん、その時間うちにいられる人じゃないとダメだっていうところはちょっとありますよね。まあ開けっぱなしで出たらね。で、うん、そう、しかもね、開けっぱ、例えばそのここは実は24時間いつも開けとくよっていうのがあっても、うん、それはちょっとダメなんですね、うん、ここが問題で、いつも閉まってるものをその時間だけ開けると、でその時間終わったらまた閉めるというそのメリハリに意味がありますので、はい、そうするとやっぱりこう誰かいないとできない開運法ではありますと、うん、はい、で、大体月の上旬にその決められた日時がありまして、はい、今月10月はですね、今発表いたします、はい、今月10月は、うん、7日の日曜日です。ちょうど日曜日ですね、はい、まあ、お休みの方も多いかと思います、はい、で開けておく時間なんですが、一応コアタイムとして1時間というふうに考えて、はい、理想的には2時間開けていただくといいんですね。で、今回日曜日ですが、とても朝早いです、はい、朝、5時、5時、とんでもない時、夜明け前です。ですからコアタイム5時から6時、5時から6時、うん、で、理想的には7時まで、5時から7時まで、あ、2時間ね、2時間、どっちにしてもスタートは朝5時、これは日本の、ね、地方時差とかこう占いではよくそういうことを問題にするんですが、はい、そういうの関係なく、うん、日本全国一律5時で結構ですので、はい、5時には開けて、6時には閉める、もしくは7時まで開けて7時には閉める、うん、たったこれだけで、別にその窓が家の真ん中から見てどっち側にあるとかいうことも特に関係ありませんので、うん、どっち向きの窓でも結構です。それから開けるというのも別に全開にしろということではありませんので、うん、さっき言ったメリハリっていうのがポイントですので、はい、閉まってるところをほんのちょっとそう5センチ10センチ隙間開けるだけでも全然大丈夫です。から窓って言ってますけど、閉まってるとこを開けるっていう意味合いでいけば、例えば玄関の扉でも結構なわけですよ、うん、まあ早朝ですけども、ちょっと1時間だけ少し隙間開けとくと、はい、それでももちろん結構ですと、うん、そういうお手軽開運、はい、なかなか仕事面の方でよく聞くよという効果ね、話も伺ってますので、うん、いろいろ日曜日の朝ですので、まあお天気悪いとね、雨降り込まれたりしたらちょっと大変ですけど、なるほど、この辺はちょっと自己責任でいろいろ考えてやってみてください。なるほどね、はい、はい、まあ、早起きして、そうですね、ちょっと早起きして、ね、もしくは閉めてからまた寝直すと日曜日ですので ね、それでも結構です、はい、はい、頑張ってみてください、はい、コメントなんかもお待ちしております、はい。